シア、数字は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。なんか恥ずかしい人でやんの。今日はこれをやりたいと思います。これ何かっていうと、タトゥー貼って、こうシールを貼ってタトゥーにできるやつ。それをなんかブラスに今日なんかドッキリしたくて、もしうちがタトゥーをつけたらブラスはどんな反応するかなっていうことで用意させていただきました。まあ、日本ではやっぱりタトゥーってあんまりいいイメージじゃないし、仕事にも影響してくる。モデルもそうなんやけど、あのやっぱタトゥー見えてたりしてるとあんまりこう仕事が来なかったり、撮影するときにこう下着の撮影もできなかったりするし、ブラスがそれを見たときにどんな反応するかっていうのをちょっと想像できない。もしかしたら、お、いいじゃんってなるかもしれないし、もしかしたらすっげえ怒られるかもしれないから、ちょっとわかんないから、なんかちょっと貼って検証してみたいと思います、じゃあ早速、私はもうなんか最初からこれにしようかなと思って決めてるんやけど、これを ここら辺ぐらいに貼ってみたいと思います。どういう風に見えたらいいんやろ。ちょっとこう出てきてる感じが、めっちゃ撮るよ、多分ちゃんと撮る、これだと思う。ちゃんと割れてるわ。リアルだなこれ。でもこんなでかいの入れたらやばいっしょ。あーでも結構いい感じだねこれ。絶対気づくよねこれ。何みたいな、隙間から出てるっていうのがリアル。今日何も言わんとこのままブラスが来たら、そのままもうしましたとか何も言わんと、こうまずはここにあるのを気づくかどうか。うん、うん、よし、じゃあ楽しみだ。はい、今からこのカメラとこのカメラでブラスを撮っていきたいと思います。もうすぐ来るからね。ごめん、ちょっと結構時間かかったわ。どうだったね。うん、赤み切ったんや。切った。いいやん、切ったよ。赤は切ってるやんか。ここだけね、ここ。あ、剃った。いやいやいや、前髪も切ったよ。え、なんか刈り上げしてるやんな。いつもしてるやん。でもこんなのとっけ、いつもやってるわ。そう、でもいいと思う、なんかその方が変態も喜ぶと思う。変態も喜ぶって言うな。いや、いっぱいあるあれちゃんと君変態。やめろ、疲れた、もう日暮れてるもん。もうしかもさ、まだ明日撮影あるかないかの連絡が未だにないっていう。そんな状態よ。え、結構待った？いや、そんなに。30分くらい。あ、鏡いる？珍しい、なんかあんまり。ねえ、なんか様子おかしい。なんかさ、様子おかしい。だっていつもなんかめっちゃすぐインスタいじるなずっと。そう？だってあんたにさ、ずっとインスタいじってるいじってる言われてるから、今携帯置いたんやで。なんでそんな人変なの？変かな？なあ、目赤くなってると思う、これ。いいよ。大丈夫そう。アメちゃんいる？いらん。なんのかな？ちょ、見て。うちもさ、見せないものあんねん。なんかこの企画してっていうのが来てん。あー、自分にも来てた。あ、来た？これ。運動会してくださいみたいな。うん、ブルマ入ってみたいな。ブラちゃんもブルマ入ってて。わかんねん。何なのって思う。もうなんかまあいいけどね、そういう風に見ていただいてるのありがたいけど。あ、これ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 。ねえ、亀がパンパース履いてんねん。てかさ、そのなんか上にこう、何これ、パンパースを、これはパンパースの上になんか帽子みたいなのしてんな。え、
ひよりみたいで可愛いね。可愛い、めっちゃ。これリクガメって垂れ流しやから、うんことかさ。部屋とかで飼ってた。でもさ、このパンパスって体全部くるまわれてる感じやん。めっちゃ可愛い。俺もカフェ。てか、あんたカフェ好きって言ったもんな。そう、でもこれなロシアリクガメって言って、なんかロシアで生息してるよ。で、なんか別名ホルスフィールドリクガメって言うんですよ。土を掘って、ほんで、冬場は冬眠するね。あ、そうなの。なんかカメ、すげえ、めっちゃ食ってるやん。そう、リクガメとか飼ってる人のインスタはすぐフォローして、全部見て。じゃあ全部リクガメばっかりなんだ。なんかカメめっちゃ好き、なんかカメ好き。昔、今はもうピアスないけど、昔ピアスしてた時ずっとカメのピアスしてた。カメのピアスしてた？見て、このカメ、なんか股間の上におる、かわいい。じゃあ今日さ、今日あれやな、なんか色のやつ、青い目の人はなんかどう見えているのか。なんどうも見えてへんわ。どうも見えてへんわって。どうも見えてへん、普通に。そんなこと言わないの。でももしかしたらほんまに違うかもしれないよ。かなぁ、うん。え、昔さ、聞かれたことあるわ。え、めーん。え、めっちゃ青っぽく見えてるのって。うん。見えてない。ごめん。アホしかおらへんねん、もう世の中。もうどうしようと思う。そんなこと言ったらあかんわ。アホしかおらへんと思う、もう最近。ないの。さっきもなんか携帯電話繋がらへんからさ、格安SIMのやつ、うん、電話したんやんか。カードが送ってこられないから。で、結局どれぐらいの期間届いてない感じなの？もう4日ぐらい届いてなくて。4日も？じゃあもうその通信なしでやってんの？そうそうそう。大丈夫なのそれ？大丈夫じゃないよね。全然なんか仕事移動するときとかどう移動するの？ネットなし、もうずっと Kindle のな本読んでんねん、ずっと。いやそりゃ今なんか若者論について読んでるずっと。最近の若者はな、みんなな、幸せって言うらしい、統計的に。そう、でもな、若者が幸せって言うときがなんかやばいらしい。なんかバブル時代とかはやっぱこの先すごいお金あったけど、この先もっと良くなるって思ってたからまだ幸せじゃないって思ってたけど、うん、この先幸せなことはないやろなって思うと、なんかこう今が幸せっていうらしい、いうようになってるってことは、もう結構危ない感じ。だからもう未来に若者がやっぱ希望をもう今抱いてないから、だからもう幸せって言うと、なんかそれが良くないって。なんかそれ嫌やん、これ聞いてショック。やばってことは何？将来やばいってことなの？うん、てか増税して、もう私もそれまで。これさ、何これ？何を？これ何？これごめん、言ってないけど。は？これ何？どこ？これまだ事務所に言ってないねん。は？タトゥーやったね。この間さ、言ってたやんか。タトゥー？うん。注意して。かわいいな。オオカミやねんけど。いな、なんで狼なの？なんで狼？え、なんかだってロシア狼だから。クマやろ、クマ。ロシアクマやと思う。まあ、クマやで、狼も見るから、狼も見るからかっこいいなと思って、一匹狼っていうさ。え、でもかっこよくない？いや、まあ、別にデザインは好きにしたらいいと思うけど。え、言ってないの？公平とかに見てないの？イリナちゃんとかに見てないの？言ってない。じゃあなんかさ、イメージ変えたいって言ってたやんか。で、なんかイメージ変えたくて、あのなんかピアスも開けたいって言ってたやんか。え、最近ずっとだからピアスも開けたいし、あのなんか髪の毛もさ、三つ編みにしまくって、うん、あのちょっとなんかかっこいい感じにしたいね。うん、でもこれ見えへんやろ。見えるやろ。え、でもちょっとしか見えへんやん、これかっこいいって隠したら。そんな目で見ないで。だってさ、これどうするつもりなん、今後さ。何よ。え、一応タレントとかもやってるわけやん。え、でも別にそれ見えへんかったら大丈夫。いや、見えへんかったら大丈夫っていうかさ、出せやん、だってだ出てくるやん、こうなんか夏って、ま、もうずっと長袖着るってこと、テレビ出るときは。まあここを隠すようにしたらいいじゃんって言うときだけ。でも YouTube も隠さんとあかんで、そこ。大丈夫やろ。だってタトゥーは別に なんか自分反対派とかじゃないから全然好きにやったらいいけど、一応テレビとか出るから。うん、テレビ上がるの？テレビやっぱまだね、日本は
ダメなんだよな、結構いこれ消せへんの。消せへんよ、だって掘ってきてんねんから。例えばな、例えば CM とか今後さ、うん、まあ万が一をすごい先の話かもしれへんけど、なんかこう CM をやりますって言った時にやっぱタトゥーって印象悪いね。そんなに？しかももうゴジムとかもさ、ピロシキーズとして出てたりするしさ、ファッションショーとかも今後出るやんか。でも別にバレへんかったら大丈夫やん。でもバレたらさ、バレたらどうなるの？いやまあなんかどうこうすぐなることはないけど、やっぱ今後仕事来にくくなるよな、普通に考えて。オオカミやし。なんでオオカミなの？だからロシア、オオカミとクマやねって。だからさ、ロシアがオオカミとクマやからってさ、オオカミかクマをさ、みんな掘らなきゃいけないってわけでもないし。いやでも迷ったんだけど、クマにしようかなと思ったんやけど、なんかやっぱオオカミの方がかっこよかったから。ミカ踏みすぎる。でもそれさ、自分に相談してくれてもよくない？ちょっと一回ぐらい。なんか一応ピロシキーズでやってるやん、今後のこととかさ。どうなりたいの？なんかどうなりたいの？髪型変えたからすごい。ちょっとロック系がいい。ロック系がいい、うん、ロック系にしてメイクとかも、もうアブリル・ラビーみたいな、もう目真っ黒にして、で髪の毛は三つ編みにして、タトゥーはなんか今これやったけど、なんか他にも入れたやつ、あの、もうでもそれやねんやったら、こことかも入れたいんだよね。へえ。でもまあ一回ちょっとこれはしっかりと、でもマネージャーはちょっと無理、今言われへん。何で言われへんの？マネージャーにはちょっと言う、ちゃんと。え、無理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 。どういう方針で行くのかって。なんで無理なの？無理無理、マネージャーに言ったら無理だって。何が無理なの？なんで無理なの？だって前から無理って言われてたもん。ダメっていう契約をしてるの？ダメって言われてた。あかんやん。だから隠していこうかなと思ってる。その隠せてないやん、もうバレてるやん。今、当たりはね。でも、そのアウトなんなんそれ、だって俺もなんか、うん、罪人になるやん、それ。なんでそんなの共有してくるの？だから黙っといてって。笑ってる場合じゃないよ。なんでオオカミなんと、なんかもうちょっとさ、最初がさ、普通さ、いきなりなんでこんなにロイモン作るのか。